ウェストポイントは、アメリカ合衆国ミシシッピ州の東部、クレー軍の都市であり、同軍の軍庁所在地である。2010年国勢調査で、の人口は1万1307人だった。ミシシッピ州で、ゴールデントライアングルと呼ばれる、コロンバス、ウェストポイント、スタークビルの3市で作る三角形に属しており、その所属する、ラウンズ軍、クレー軍、オクティベ派軍が含まれている。 ウェストポイントショート試験の主要市であり、さらに大きいコロンバスウェストポイント広域都市圏に入っている。ウェストポイント市は、北緯33度36分22秒整形88度39分9秒、北緯33.60611度整形88.65250度、33.60611-88.65250に位置している。 商工会議所による、ウェストポイントのロゴウェストポイント中心街の、ブロード通りアメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は21.1平方マイルであり、このうち陸地20.8平方マイル、水域は0.3平方マイルで、水域率は1.28%である。ウェストポイント面紙工場の自動労働者、1911年5月、 ルイスハイン撮影オールドウェイバリーゴルフクラブは、ウェストポイントの郊外にあり、1999年の全米女子オープン選手権を開催するなど、ミシシッピ州でもトップクラスのゴルフ場と認識されている。ウェストポイントカントリークラブは、ウェストポイントの中心街から車で3分ほどのところにあり、18ホールのゴルフコース、水泳、テニスができ、クラブハウスがある。 ペインフィールドは先進的航空学校であり、1918年5月から1920年3月まで運営されていた。ここで約1500人のパイロットが訓練された。ミシシッピ州でも最初の飛行場だと認識されている。ウェストポイントでは年間平均降雪量が1インチ以下ではあるがブラゾンフレキシブルフライヤーインクが当初あった場所であり、アメリカ合衆国でも 最良の雪ぞりを作ってアメリカの伝統となった。現在はフレキシブル・フライヤーと呼ばれている。ウェイバリー・プランテーション邸宅はウェストポイントの8マイル東にあり、アメリカが収穫国,国定歴史建造物に指定されている。その4階建て方持ちの階段室とキューポラは国内でも特徴あるものと考えられている。この邸宅は毎日午前9時から午後5時まで。 公開されており、ツアーも可能である。入場料が必要である。ウェストポイントには、ハウリン・ウルフブルース博物館がある。毎年レーバーデーの週末、プレディ芸術祭が開催されている。週末の金曜日夜に、ハウリン・ウルフブルース祭が始まり、土曜日はプレディ芸術祭となる。この祭りでは、地域の芸術や工芸品が出品され、ショッピング、音楽、 子供用の乗り物5キロの競争や歌唱を楽しむことができる。ウェストポイントにある大企業としてはサザンイオニックス総合エンジニアリングのバブコックウィルコックスアウトドア用品のモッシーオークがある。ブライアンフーズは1936年にジョン・ H ・ブライアンシニアと WB ・ブライアンによって設立された。1968年にサラリーコーポレーションに買収され、 ウェストポイントでは2007年3月まで創業を続けていた。ウェストポイントは新しくプレイリーベルト発電所が開設され、経済的に成長を続けている。この発電所は主要高規格道路、水路、鉄道に近いという利点を活かし、豊富な電力と天然ガスを供給している。また、空港3カ所へのアクセスも良い。ウェストポイント市の公共教育は、 ウェストポイント教育学区が管轄している。市内に高校が3校ある。ウェストポイント高校は市内唯一の公立高校であり、多様な授業環境を提供しており、高校3校の中では最大である。オークヒルアカデミーは幼稚園から12年生までを教える私立学校である。ヘブロンクリスチャン学校は宗教系私立高校である。ウェストポイントは ミシシッピ州の北東部にあり、東のアーラバマ州との宗教に近い。この地を故郷と呼ぶ家系が世代を重ね、豊富な歴史遺産がある。昔からアフリカ系アメリカ人、白人、ネイティブアメリカンが混じり合って暮らしてきた。教会や市民団体の講演する多くの社会活動がある。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。